じゃこんにちは、豊さん、はい。まあ、あの毎日戦力外の選手が、はい、記事に出るんですけれども、まあ、中でも、はい、阪神、はい、5選手が、戦力外ということになりました。はい、梶谷投手、それから片山捕手、高浜選手、岩田投手、遠藤選手の5選手に来季の契約を結ばないことを阪神は通告したということなんですけれども、まあ、もちろんね、一軍で、活躍していた投手もいれば、はいはい、一度も一軍に上がれないままへという、はい、あれという選手もいたりとか、ちょっと今 SNS でも賛否両論になってます。まあ、岩田な。岩田投手、九州産業大学から2020年の育成ドラフト1位で阪神に入団。うん、で2022年のシーズン途中に支配下登録を勝ち取ったんですけれども、はい、一度も1軍のマウンドに上がることなく終えてしまいました。で今シーズンは2軍戦で46試合に登板して1勝2敗で防御率が 2.11 ということで、はいはい、でいくつだっけ、26か。まだそうです、26歳。本人もわがままを言えばというか、ちょっと欲を言えばもっと見てほしかったというか、まあ、それなりに自分も今年に関しては手応えを感じていたので、チャンスが欲しかったのが正直ですというふうに、まあ、現役は続けたいと思っていますというふうにコメントを出しているんですけれども、左の変則なんだよね。はい、でちょっとサイドから、うん、まあ、打ちにくそうな感じで投げるんだけど、はい、まあ、各球団1人ずつぐらいは、まあ、そういう系統のピッチャーっていうのはいるよね。はい、で26歳でまだ若いし、うん、だけどどうなんだろうな。一応ファンのコメントを見ますと、例えば別に上の中継ぎがいいわけでもないし、左キラーとして使っていた島本投手が今年状態が悪かっただけに使ってもらわなかったのは残念だと、他球団から絶対に声がかかると思うし頑張ってほしいという意見を。いや、他球団から声はかかると思う。うん、面白いもん。そうですよね。面白いけど、はい、ただやっぱこう2軍で投げてるのと1軍でのプレッシャーとはまた変わってくるしね。だからまあその首脳陣もやっぱプロが見てるわけだから、うん、そうですよね、なぜ1軍に上げられなかったかっていう、そこら辺の問題点っていうのが、うん、どこに隠されてんだろうっていうのはちょっと感じるけどね。そうなんです。なので外からだとわからない何かが中ではあるのかなとか、ね、ただそのやっぱり中継ぎが今シーズン阪神あんまりよくなかった時期もあったので、特に島本投手とか去年ほどではなかったじゃないですか。一度上げてみてもよかったんじゃないかな。これ一度も上げなかったのはまあそうだよな、なんでなんだろうって。まあ、ああいう変則っていうのはさ、うん、重宝できるからね。はい、そうですね、ポイントではね。はい、まあ、だけど何か引っかかるものがあったんやろ。それは、まあ、和田二軍監督も見ているので。そうそう、岡田監督もタブレットで見てるからね、ずっと試合を。いやだからそれで呼ばれなかったっていうのはどうなんだろうね。どうなん、でも、いやでも俺の目にはこう試してみたいなと思う。まあ、阪神は優秀なピッチャーがたくさんいるから、はい、その枠には入らなかったかもわからないけども、いやだけどそのうちにちょっとチャンスあるかもわからないけど来てみるかって言って、うん、まあ、これから教育リーグだとか、はい、フェニックスリーグだとかこうあるからね、うん、こう呼ばれるところはあると思うよ、うん、ちょっと投げてみろって、はい、うん、まあ、それでどうなるかだよね。だからまあまあ阪神ではキャリアは終わってしまったからさ、はい、これはもう阪神に戻れることはないし、うん、ただその阪神というね、やっぱこう厳しいところで競争相手がたくさんいて、はい、そういうところのピッチャーってしぶといから、はい、だからそのしぶとさっていうのはその岩田にもね、まあ、浸透してると思うし、うん、だから他の球団大丈夫だと思うよ。ヤクルトなんか加山がクビになってるし、だからそういう変則のピッチャーって、うん、左ピッチャーってこう結構重宝されるかもわからないですよね。うん、ただやっぱり阪神ファンは一度ぐらい上げてほしかった。いや、まあまあ確かにそうかもわからない。投げてる姿を見てると、いやそうかもわからないよ、俺もそう思うですよね。ただいろんな内部事情とか何かいろいろね、なんかあったんでしょうね。うん、なんかあるんだろうな。まあそれはね、わからないよ。まあ性格とかそんな、まあ、抜きにしてね、はい、本当に実力的には、うん、
まあ、ちょっと試してもいいなっていうのはあったな。そうですね、あったあった。岡田さんが、まあ、嫌いかもわからんな。その指揮官が変わると、もちろんその指揮官によってはこういう選手のタイプ使いたい、こういうタイプはっていうのはもちろんあると思うんで、そういうのもやっぱり。岡田さんってどちらかというと、うん、青柳も、うん、まあ、右の変則だけど、なんかどちらかというとあんまり好きじゃない、うん、やっぱオーソドックスなピッチャーが多分好きなのかもわからん。やっぱりいわゆる才木投手とか、まあそうだな、村上選手、まあ、西とか、西、あとかね、はい、うん、まあ高橋遥人とか、はい、まあ芝本とか桐敷とか、うん、まあ大体タイプ的にはもうオーソドックスになれるじゃん、はい、及川とか、うんうんうん、だから変則が嫌いなのかなと思うよ。それはやっぱりね、それは仕方ない。そうですね、うん、だからそれは岡田さんの考えの中で、うん、いやダメだっていうのがなんかあるんや。それはどのチームの監督でもありますよね。まあ、仮に俺が監督だとしたらよ、うん、変則は欲しいんだよね、右左と。逆に豊さんはそう、やっぱり目先を変えたいっていうのがあるし、その中継ぎで変則はごまかしが効くっていうのがあるから、はい、うんうん、タイミングを取るとか、うん、投げ方にしても、うん、変則は嫌いだっていうバッターも多いし、はい、俺は変則を置いときたいタイプだけどね。違ったんでしょうね、まあ、きっと。俺が監督じゃないからな。そうですよね。豊さんだったらやっぱちょっと一度はね、上げてみる、上げてる可能性はあるありますよね。いやいや、だって打ちに行くそうだもん、ね、見てるとそうなんです。変則中の変則だから。そうですよね。タイミング取りにくいだろうなって。タイミングが取りにくい、まあ、どんな変化球を持ってるかだな。あとはそうですね、うん、たださ、うん、スライダーが全然入らない、まっすぐしか頼るボールがない、うん、これだとやっぱ上げれないよ。やっぱね、変則でも3種類はいる。まっすぐ、スライダー、うん、まあ、ちょっとシンカー気味の落ちるボール、うん、これがあるといいけどね。ただでも、あの他の球団で、まあ、欲しいというところは、うん、可能性はあるということです、はい、さあ続いて遠藤選手、23歳です。あ、いや、このバッターはね、うん、アベレージヒッターで、そうです、ね、決してね、パワーがあるほどはないけども、はい、こうなんかコツコツタイプだよね。そうです、あの東海大相模から2019年ドラフト4位で阪神に入団して、高卒5年目の今シーズン、ウエスタンリーグの最多126試合に出場で、出塁率が3割9分2厘65四球で、30盗塁ということだったんですけれども、一度も一軍にこちらも上がることなくと終わってしまいました。で、あの鳴尾浜で取材に応じた遠藤選手は、正直びっくりしているというふうに。そうだね、はい、そうだね。まだ2週間でね、それだけの出塁率があって、はい、で、まあ、率も悪くない、はい、盗塁30、はい、これ使えるよ。そうですよね。いやだけどね、うん、やっぱね、阪神は優秀な選手が多いんだよ、やっぱ、うん、そうなんですよね、きっと。私も思いました。でこの前ね、岡田監督に、うん、はい、いつぼあげないんですかって聞いたんだよ。お、はいはい、いつぼいいじゃないですか。おー、ええー、なー言ってた、うん、いやでもまだやなー言って、あれがまだなんやから、そら相当なね、やっぱ上に対上のその壁っていうのはあるよ、うん、いやだから高寺選手も上がることできないのにというのは、やっぱりファンの方が言ってましたね、まあ、いやだからやっぱこう一軍に引き上げてくる、うん、上がってくるっていうこの壁っていうのは相当高いよ、阪神は。そうです、まあ、それだけやっぱこうレギュラーがしっかりしてるっていうことと、うん、やっぱ層が厚いっていうことだよ。しかもあの遠藤選手は内野なので、うん、もう内野ってやっぱり今埋まっているというか、まあ埋まってるわな。そうなんです。であとはやっぱね、特徴がないと上がれない。それはね、ファンの方も言ってました、うん、特徴、何か一つ特徴がっていう。まあ足はあるわな。ただ盗塁の成功率でいうと結構失敗率はあるそうなんです。いやもうね、上田と熊谷と、うん、いやいやいや、いたらね、それは無理よ。島田もおるし、いやそうだ、島田選手がいるんだ、ね、4人も足いらないもん。確かにそうですよね、うん、で、小畑、はい、小畑選手もいるし、はい、もうそうなってくるとさ、うん、やっぱ入る余地がないよ。で渡辺っていう右の代打が必要でしょ、はい、選手、うん、やっぱ代打でも優秀な人間、原口とかも置いとかなきゃいけないし、はい、まあ、糸原もそうだし、うん、まあ、何かあったらまあキャリアの糸原を使えるっていう強みもあるよね、うん、はい、いやだからなかなかやっぱ厳しいよ。だけど他のとこ行ったら使える。あの23歳ですし、まだ全然使える使える。な、本人はやっぱりそのトライアウトも受けたいという。トライアウトないんでしょ。あるか、今年はまだまだあるか、はい、あ、もうあれだな、うん、セーブ。あ、若いしいいですよね。いや一番バッタータイプだから。あ、セーブさんぜひ。いや本当に、うん、もうトライアウト受ける前にもうツボつけてた。もしかしたらもう話
行ってるかもしれないですよね。可能性あるな、うん、いやただイースタンとウエスタンと分かれてるからあんまり見てない可能性はある、ね、まあ、だけど、まあ、スカウトがね、スカウトっていうか編成はこうぐるぐる回ってるだろうから、はい、まあ、必ず目にはしてると思うし、うん、絶対チャンスはある選手だと思う。そうですよね、うん、そして梶谷投手、まあ、32歳、まあ、去年、ね、優勝に貢献した一人、まあ、そうだなでもあったんですけど今シーズンはなかなかでしたね。梶谷の印象が悪かったな今年な、あのフォアボールフォアボールでな崩れていったっていうのが、うん、ちょっと心象悪いな、はい、うん、で32歳でしょ、はい、まあ、これからっちゃこれからなんだけど、うんうん、32でこのピッチングをされるとやっぱ厳しいって思うよな。あの去年との比較っていう意味でも余計にさ、はい、苦しかったから何やってんだよって怒りが強いんだよ多分そっちの印象そうそう、あーそっか、余裕があるんだったらあまあカジヤンこの野郎みたいな、うんうん、って変えて、はい、抑えて勝つ、うん、ね、そのうちカジヤが良くなってうわ、まあ、カジヤ良くなってきたなみたいな、はい、まあ、そういうことになるかもわからないけど、うん、相対的に悪かった、まあ、あんまり頼れるピッチャーもいなかったしそうでしたね。カジヤ言ってくれて何しとんねんっていう気持ちが多分強かった、その印象になってしまってるっていうのもありますしね、うん、まあ、そうだな。あとはもちろん2軍で和田2軍監督もファームでの投球っていうのも見てらっしゃるでしょうし、はい、そういうところも総合してになったんでしょうね。まあ、ボールの力はまだまだあるしね、うん、まあ、今年は状態あんまり良くなかったけども、はい、まあ、しっかりした調整をすれば、うん、もう多分投げれると思うよまだ、うん、だからどっかにはチャンスあるような気はするけどね。そうですよね、うん、ただやっぱりその去年ドラフトで取った選手だったり、はい、今年またドラフトのために枠を開けなきゃいけない、そうなんだ、あとは FA とかそういうことの兼ね合いもあったりとか、まあ、そうだね、で取る選手とか出てくると球団ってね、はい、やっぱりねその時の成績も、まあ、確かに大事かもわからないけども、先に行ってどうなるかという設計図みたいなのもあるんだよね、うん、でハマるかハマらないかって言ったら、はい、まあ申し訳ないけど切らなきゃいけないっていうようなことは出てくる、うん、そうですね、なんでって思うかもわからないけども、うん、4,5 年経ったらあこういうことかっていうのが多分見えてくると思うし、うん、そうなってるケースが多いよね。そうですよね、うん、だからそのね阪神で縁がなかったね、うん、3選手、はい、まあ5選手か、そうですね、正確に言えばね、はい、まあ、だけどまだまだね、はい、他でできるようなチャンスもあるしまだ若いしね、うん、はい、だから頑張れるんだったら頑張ってほしいなと思うね。そうですよね、やっぱり阪神ファンの皆さんとしては、あの球団が取ってくれたんだ、で来シーズンあそこで活躍してるねっていうふうに、例えば中日に行った山本選手であったりとか板山選手なんかは今年ね活躍したので、そういったケースってたくさんあると思うんです。板山なんで活躍したか分かる？なんでですか？もうバッティングの軌道、体の使い方を変えただけでお前打てるようになったって。以前はじゃあ全然違う、以前はそういうことに、まあ、わらをも使う気持ちはあんまりなかったんだろうね、はい、でわらを使う気持ちである門を叩いた、うん、そしたら体の仕組みだとかいろいろ教えてもらって、はい、近本が行ってるところなので、あ、はい、まあ、そういうところ行って、うん、で全部体をこうチェックしたら、はい、自分の打ち方がバットの出し方がこうだったと、うん、これが一番スムーズに出る、うん、一番力が発揮できる、そういうのを知って活躍に結びつけたと。中日で、いやだからね、まだまだねそういうことをやると開花していく選手っていっぱいいると思うんだよ。いますね、だからもう諦めずにねちょっとね頑張ってほしいと思う。しかもその環境が変わってもうやるしかないっていう風になった時に、はい、その思考も変わって何か変えなきゃっていうことで変わったってことですもんね。そうそうそう、いやだからもう学生の人でも、うん、打ってないと、はい、打ってないと、だけどこうやったら打ったと、うん、まあ、そのうちその動画が上がるよ、行った時の動画が、はい、だそこはもう概要欄とかに場所とか、うん、そういうのは連絡先とか書いてあるんで、はい、一回自分の体をチェックして、うん、どういう振り方、どういう打ち方、うん、どういう立ち方まであるんだ、細かいですね。いや、まあ、言えばどういう構え方、はい、手のひらで握る、指で握る、うん、これだけでも違うんだから、うん、だからそういうことが分かればより近本に近づくという、プラスアルファ例えば新天地であったりとか、そうそう、そういうところでまた活躍して座をつかめるってことですもんね。だからピッチャーの人も野手の人も、うん、いろんなスポーツに通ずることだから、そうです、まあ、ちょっと動画をちょっと待っててください。
そうですね、はいはい、まあ、ただね、ネガティブなことに考えずに新しい例えば新天地が見つかれば、そこでそういうふうに自分を新しくまた変えて表現してアピールすれば活躍できるってことを証明している選手たちがもういるので、なんか前向きにいってほしいですね。そうだな、うん、まあ、活躍できる人ってね、そのチームのやっぱ中心に入っていくよ、うん、でね、自分のチームみたいに考えられるようになってくる、はい、そうなってくると大したもんだよ。そうですね、うん、そうやったら自分の自動が発揮できる、うん、いつもお客さんみたいなんで、うん、外で構えてると全く力を発揮できないから、うん、どんどん中に入ってくる、ずうずうしいって思われてる、そのぐらい、そのぐらいずうずうしくていい、はい、はい、